アダム航空574便墜落事故。アダム航空574便墜落事故とは、2007年1月1日に、インドネシアの格安航空会社のアダム航空574便、ボーイング737から400型機、機マイナス574が墜落した事故である。2007年1月1日、スラバヤ発スラウェシ島マナド行き574便が、 スラウェシ島のパレパレ付近で失踪し、その後会場へ墜落したことが判明した。完成後方装置の故障で現在地がわからなくなり、その解決に忙殺されている時に自動操縦が解除されてしまい、機体が右に傾いた。操縦士がそれに気づかずに操縦管を引き続けたため、機体は急降下し、空中分解した。乗員乗客は全員死亡した。 1>, 1月11日に、スラウェシ島近海で残骸や遺体が発見されたが、水深が約2000メートルあり、捜索は難航した。転覆したフェリーの乗客を生存者と間違えたり、アダム航空側が深海探査費用を7ヶ月も出し渋った上に1週間分しか出さないなど、調査は難航した。その後、安全を軽視する会社側の姿勢が問題になり、 避難が集中した結果、会社は倒産した。ジャカルタ発スラバヤ経由、マナド行きの574便は、現地時間2007年1月1日12時55分、協定世界時では5時55分、96名の乗客、大人85名、子供7名、乳幼児4名と6名の乗員を乗せて、スラバヤのジュアダ国際空港から離陸した。乗客の大半は、 インドネシア人であったが、アメリカ人も3人登場していた。フライトプランでは、目的地のマナドノサムラ・トゥランギ空港には、現地時間の16時頃に着陸る予定であった。しかし現地時間14時53分、ランニーサンド1392、統計119度97、スラウェシ島の南のマカッサル上空35000フィート、1668メートルを巡航中に、 航空管制レーダーから消えが消失した。スラウェシ島上空は天候は荒れており、インドネシアの気象気候地球物理庁は当時その地点の運行は3万フィート9144メートル、風速は程度であったと述べた。インドネシアの航空当局であるは気象状況について警告を出したが、574便は予定通り出発した。 574便がコンタクトを失う前に東に、震度を変えた、スラウェシ島西部のマカッサル海峡では、以上の大風にあっていた。当初、救援信号が発せられたとの報道がなされていたが、実際には発せられていないことが分かった。民間のラジオ放送局、エルシンタが伝えた、最初の報道によると失踪地点は、スラウェシ島の山岳地帯で、インドネシア空軍は、 数百人単位の人員と航空機を送り込んだ。1月2日の午後、スラウェシ島の軍と警察当局が機体の残骸がスラウェシ島西部のポレワリから 20km の山岳地帯で見つかり、90人の遺体と12人の生存者を発見と発表した。同地点に捜索隊が入るが、生存者は近くで難破したフェリーの乗客だった。同日、運輸省、 はったらじゃさが飛行機は見つかっていない。正反対の情報は当局の聞き取りに対し地元住民が伝えた噂に基づくものと発言した。捜索救助に当たっていた軍司令官のアリフブディサンプルのアーフブジサンパーの少々も地元テレ局の取材に対し墜落現場と報告された周辺からは機体部分は発見されなかったことと 生存者12人という近隣の村からの報告は間違いだったことを明らかにした。ユドヨの大統領は徹底的な事故調査を命令した。アメリカ合衆国国家運輸安全委員会の代表団、連邦航空局、そしてボーイング社とジェネラルエレクトリック社もインドネシアの調査委員会に協するためインドネシア入りした。1月11日。 スラウェシ島の港町パレパレ近くの海上で漁師が機体の一部が漂流しているのを発見した。インドネシア当局は海中から尾翼の一部とみられる部品を発見し、製造番号から事故機のものと判明した。米海軍の協力により海底の捜索が行われ1月26日に米大使館よりブラックボックスの位置を特定したことが連絡された。 しかし、米医療政府とアダム航空の三社間で、高額な深海探査費用について交渉が難航した。事故から半年以上が経過してから、アダム航空が費用一部負担に同意した。2007年8月27日に、フライトデータレコーダーが、翌28日には、コックピットボイスレコーダーが発見された。2008年3月25日、インドネシア政府が、 最終事故調査報告書を公表し、事故の原因は、パイロットの操縦ミスと結論付けた。実は、574便の事故が起きる11ヶ月、前に、別のクルーが、同じ機材に登場したに、IRS の故障によって、目的地から遠く離れた空港に降りるような事態が、発生していた。このようにこの機材では、IRS、完成後法装置に問題があったにもかかわらず、 整備員はこれを約一年にわたって放置していた。そして、このフライトでは予定の航路を大きく逸脱してしまった。次の基準点を直接目指すこととしたが、その経路は、ひどい雷雨の中央を突っ切るルートであった。3万5000フィート、1万668メートルで雷雨の中を巡航中に IRS が故障した。パイロットは、現在地点がわからなくなり、 IRS を再起動しようとしたが、再起動時は操縦モードの切り替えを行うため、方角や機体の傾きなどを示す、後方装置や計器が30秒間にわたってリセットされ、自動操縦は解除された。これは通常の動作だが、訓練の足りないパイロットは、現在地点や機体の傾きの状態がからなくなったことと、IRS の故障の対処によって注意が散漫となり、 自動操縦が解除されていることを忘れた。そのわずか30秒の間に機体は危険な傾きとなりバンクアングル、傾きを戻せと警告が流れた。機体が60度ほど右に傾いたが機長は機体を水平にしないまま操縦管を引き続けた。機体は霧もみ状態に陥り急降下を始め海面付近で空中分解した。ブラックボックスによると 最終速度は490ノット、毎時910キロも出ていた。事故の背景には、整備の手抜きや、今回該当する IRS の故障や失速などの緊急事態への対処訓練の不足等、安全性を軽視する会社の経営にも問題があった。アダム航空は、本件事故の直後の同年2月21日にも、スラバヤで、アダム航空172便、 ボーイング737から 300PKKKV の着陸失敗事故を起こした。死者は出なかったが、機体は大きく破損し、全損となった。アダム航空は、この2件の事故が引き金になり、2008年3月に安全基準を満たさないとして当局から運航停止命令を受け、翌年2009年2月に破産した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。